Experience starts here. ANA, World Air Current. J-WAVE, ANA, World Air Current, Podcasting. 今回は10月27日放送、俳優の野村周平さんに伺ったスペインのお話です。最近行かれたってスペイン。そうですね、スペインに1ヶ月半ぐらいのドラマの撮影の方で行かせていただいてまして、はい、それがすごい結構、まあ普段あんまり自分で選んで行くことがない国に行けたんで、うん、すごい新鮮だったなと思いましたね。1ヶ月半いると長いよね。結構いろいろとこう味わうことが。さすがに日本食食べたくなりましたね。はい、そうだな、はい、バルセロナっていう都市に日本料理屋さんがあって、うん、そこでもう帰る4日前ぐらいに初めて食べて。あ、でもそれぐらいずっと、それまではずっと。いや、それまでずっともうご飯、うん、が、うん、美味しいよね、はい、スペイン料理はね。あの絶対生ハムが最初に出てきて、なんかパエリアとか、はい、なんかずっと飽きなかったですね。ピザとかも案外美味しくて、うんうん、あのパンうまいだろ。あ、絶対硬いパンがついてくるんです、はい、ですけど、はい、あれで歯をなんかかっけさせるスタッフと僕もかけたんですよ、それで。本当奥歯が硬いよね。それで、うん、あのスペインの歯医者にも行ってね。あ、本当面白い経験だね。いえいえ、でも撮影って言ったらやっぱり忙しくなっちゃうでしょ。そうですね、でもまあ週2ぐらいで休みはしっかりとあったんで、はい、あの撮影もちゃんと8時間っていう縛りがあって、はい、まあ、朝起きたらそこから8時間っていう決まりがしっかりとあったんで、本当に素晴らしい撮影内容というか。じゃあ自分の時間も取れて。取れて、お昼ご飯は絶対ケータリングっていうのも決まってたんで、毎日食には困らなかったですね。ただ日本のスタッフのとキャストのバレ飯代っていう、あの何それ、1ヶ月の夜飯代を支給されるんですけど、1日1000円とかで暮らせと言われるんですよ。まあ、一時もう800円とかなんですよ、計算すると。はい、ちょっと辛いと。無理だよ。無理だよと。それは無理っつって、僕がその後輩の子たちが3人ぐらいいて、4人の物語なんですけど、はい、その1ヶ月間そいつらを世話をするって。そしたらもう。おごりすぎてて、日本帰ってきた時にお金がなさすぎて自分の生活が回らなくなるっていうやつはありましたけど。先輩しょうがないんだよね。そうなんですよね。うん、わかるわかる。まあ、ありがとうと言ってくれればいいよみたいな感じ。まあそうです、まあそういうの回ってくるもんですから。まあそういうスペインの旅です。そうですか。バルセロナ初めてだった。まずそうですね、スペイン自体初めてだったんで、もうバルセロナとマドリー、うん、一番初めに行ったのはバルセロナ、マドリッドに。うん、で撮影はちょっと田舎の方でやってたんですよ、はい、なんか教会とかがたくさんあるようなところでやらせていただいてて、まあ、マドリッドは本当に綺麗な街で、うん、大都会だね。大都会でもなんか国際的というか、はい、少しやっぱり外国っていう雰囲気があったんですけど、うん、バルセロナは南米っぽいというか、少しやっぱラテンっぽいというか、うん、海もあるしね。関西のノリが。関西のノリが。僕バルセロナが好きでしょっちゅう行きます。バルセロナいいですよね。バルセロナ関西のノリ、関西のノリがあのスペイン語がやっぱりなんかあのローマ字読みじゃないですか。ローマ字で読んだら大概通じるんで、うん、適当なことをローマ字で言ってるっていうのが結構面白かったですけどね、うん、イタリア語とかスペイン語は割と関西弁と同じイントネーションというかリズムとかテンポ似てるよね、うん、似てますね。ちょっとちょっとね。海も楽しみましたか。海は最高でした。バルセロナの海が近くて。そうなんだよね。しかもその綺麗じゃないですか、はい、ブルーだし、そうですね、もう人も愉快だし、なんか売りに来る人たちとかもなんかいいし、みんなお酒飲んでるし季節はいつ頃だったの。今年の5月でした。春く先だ。はい、だから結構暑かったです、うん、海にも少し入ったりとかして、うん、まあもうほとんどお酒飲んで、うん、ちょっとあったかいとこ行って、うん、撮影なのに日焼けしに行ったりとかしましたもんね撮影なのに、はい、まあ、一応、まあ、日焼けしていい設定だったんで、はい、なんか海賊みたいな設定だったんで。なるほど。まあ、あともうそのバルセロナにあるあのステーキを食べれるバルというか、はい、ステーキとあとレバーが食べれるなんか居酒屋みたいなところがあって、
てそこに入り浸ってましたねそうですか。ビールも何種類かあって、はい、ビールを飲んでそのステーキをサーロインを食べて、うん、でそのレバー焼きみたいなのを食べて、はい、海に行って、うん、よしじゃあちょっと田舎の方に帰ろうかみたいな生活を送ってましたね。いつもアルセロナは本当にでも海でこう遊んでる人たちも優雅だよね。みんなお酒飲みながらで、うん、海水浴っていうよりはなんか本当にね遊びながらで、ほら大道芸人っていうか、ね、アートを作ってる人がいっぱいいるでしょ。いっぱいいますね。砂の城とか砂の城面白いんだよね。いっぱい作ってますね。でもその、 あのレベルがすごいでしょ。すごいね、もうみんな結構リアルな仕事、ね、結構でかいやつもあったりとかして、一、ね、日でもこれ潰れちゃうのによくこんなの作るなと思っていつも見てる。うん、素敵な街だよな。素敵な街です。犬はもうなんか自由奔放に歩いてるし、結構アメリカより自由な感じがしましたね、はい、僕は。とてもいいとこだね。 あと僕いつもあのバルセロナ行って印象に残るのはタクシーの運転手の運転の荒さな、はい、はいはい、すごいひどいね。ブラーンって言ってブラーンっていくよね。ちゃんと言ってくれるんですけどね。なんかあの iPhone とかでここに行きたいっていうのを iPhone を見せればもう、ああ OKOKOK 任せとけっつって連れてってくれるんですけど、あ安いですよねタクシーも。安いですよ。安いですよね。安いです。すごく安いです。あと電車とかも結構ちゃんとあるから、うん、交通の便はいいですしね。うん、いいね。あんなに。情熱的な国はなかなかそうだな、うん、まあ、でもあと、まあ、バルセロナはすごいアートな街だったんで、ね、まあ、博物館というかその美術館もたくさんあったりして、うん、結構僕は好きでしたね、やっぱり、うん、ガウディの建物は見てもらいました。見ました見ました見ました。街中にあるやつと、あとガウディ公園、はい、あの公園ね、公園 の、あのグエラ公園に行ってちょっと見ましたけど、人が多くて、いやそれよりはやっぱあのガウディの、まあ、普通に街に建ってるような建物とかが案外好きでしたね。綺麗だね。まあ、あとはあれですよ、ど忘れしましたけど、あのサグラダ・ファミリア、あれまだ建設中だったんです。まだ作ってます。まだ作ってますだいぶお金がかかってますよね、あれには。時間もね。だからそれを皆がこうまだ見届けてるっていうその気分もすごいよね。うん、いいですね。まだできてないっていうね。あとなんかその洗濯物を外に干しちゃいけないとかあるじゃないですか、はい、中庭に絶対干さなきゃいけないとか、はい、その徹底した感じがすごい、やっぱあこうやって街の綺麗を保ってんだなとか思いましたね。あとやっぱりスペイン独特のことといえば、あのディナーが遅いでしょう。あそうだ、あの日が落ちるのが10時とかだったんですよね。そうなんだ。そうでも5月だったら絶対そうだね。だから僕ら撮影隊、これ日本だったらもうやばいことになってるねっていう、もう10時まで撮影させられて、そっから夜中の撮影でしょみたいな信じられないねみたいな。だから面白かったのが、はい、朝ごはんも絶対出てくるんですけど、うん、11時ぐらいになるとサンドイッチ休憩が入るんですよ、うんうん、15分ぐらいの、うんうん、でみんなでなんかそこも焼き鳥みたいなのとか出てきて、うんうん、でその焼き鳥とかパンとか食べてちょっとみんなで30分ぐらいべちゃべちゃ喋って、じゃあもう一回撮影しようかっつって、うん、でまた14時ぐらいに夜、そうそう、ま、あの昼ご飯食べて、夜ご飯は8時9時とかですよね。大体レストランが、普通のレストランがオープンするのが9時なんです。そうですよね、うん、9時からディナーだから、大体スペイン人っていうのは5回1日に5回ご飯食べるのがノーマルなんだって。 あそうなんですね。朝は本当にドーナツだけとコーヒーにして、はいはい、それで11時にサンドイッチ食べて、2時ぐらいにちょっとつまんで、で5時ぐらいにこうバール行ってちょこっとつまんで、それで9時にまたちょっと食べるっていう、その5回かよってね。うん大概あの広場みたいなところに出てる、うん、はいはい、パラソルの下 の、 あのカフェみたいなのがもうみんな緩くて、撮影終わったら絶対必ずみんなでそこに座って、もうお酒飲みながら、もうでも街も綺麗じゃないですか。もうなんか教会とかも行ったんですけど、もう教会もはここだったら本当に俺は天使がいるわとか思いながら、その後輩を連れて、ちょっとちゃんとしっかり祈ろうとかやって、うん、祈ったりとかしてたんですけど、うん、素晴らしい国ですね、あれは。そうだね、まあ、あの日本人から見てみると、はい、一日 の、 この生活そのものをやっぱりこうすごくこう楽しむ時間が長いっていうか、うん、そのために仕事をしてるんだっていう意識をすごく持ってる人たちです。そうなんです。あと仕事もしっかりやるんですよね、うん、なんかあの
あ8時間だから8時間だったら、はい、あもう終わりだよっていうのかなと思ったら、うん、やばいみたいな、あ結構いやあもうあと1時間だからちょっと巻きでやりましょうみたいな、てかいやもっと巻けるとこいっぱいあっただろって話はあるんですけどでもあなんかそこで怠慢になるんじゃなくてやる気を出すんだって思って、うん、あ素晴らしいなと思って、でその後の酒とかもうスタッフとかもホテルとかで、はい、中庭の方とか部屋から見えたんですけど、中庭見てたらもう飲んでるのは ほとんどスペイン人スタッフとか で日本のスタッフもそれに混ざって飲んでたりしてて、うん、あこれだって日本だとやっぱちょっと前の日飲んでたらちょっとイメージが少し悪いとか、はい、なんか酔っ払ってたら少しイメージ悪いとか、まあね、そんな感じもせず、うん、それでまあ次の日しっかりと仕事してくるわけですから、もうこの国民性素晴らしいなと思いましたね。みんなスタッフ日本人スタッフももうスペイン人になってましたね。あそれはでもみんなでこうムードができるからいいな。うんもう素晴らしい国でした。そう、ね、ちょっと関西乗りってのはいいね。そうなんですよ、僕関西人なんで僕もそうなんで関西っぽいんですよ。ちょっとお笑いの感じがあるんですよ。分かる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 。一発ちょっとねギャグかましてからなんか言うっていう、ね、そうなんですよ、そうなんですよ。なんか乗りが素晴らしいなと思って、あこんなに俺スペインいい国だと思わなかったなと思って、行けてよかったんでまた帰りたいです ね、まあ、ね僕は本当はね。日本人多いですもんね。多いですよ、すごく多いし、うん、とっても過ごしやすいですよね、うん、気候も一年中いいですしね、うん、いいね。いやでもいい出会いですね。じゃあね、ええー、そうなんですよ。また行けるかもしれませんね。プライベートで行きたいなと思ってます、はい、ニューヨーク今年は5月にスペインで、うん、スペインから帰ってきてその2日後ぐらいにニューヨークに遊びに行ったんですけど、ニューヨークこれ遊びで、ニューヨークもうプライベートで、僕スケートボードっていうスポーツをやってまして、はい、まあやっぱニューヨークまだ行ったことがなかったんで、うん、ストリートを感じにというか、うん、スケートボードをしに行ったんですけど、うん、街をで滑ったりとかして、うん、すごい楽しかったですねやっぱり、うん、スケートボードってなんか西のイメージあるけどやっぱニューヨークなの。まあ、発祥は LA なんですけど、西の方なんですけど、やっぱり都会でやることも多いんで、ロサンゼルスも行ったんですけど、結構ゆったりしてるじゃないですか。でゆったりしてていいなとは思うんですけど、あんまり僕ゆったりしてるの好きじゃなくて、結構まあ年取ってからいいやな。そうなんですよ、パキパキ動きたいなと思って、うん、だからニューヨークだと自転車で移動できるし、でもできるなんかスケボーでも何なら移動できるし、そうなんだよ、ハキハキ動いてるというかもう人が移動してるからやっぱり、はい、まあそれだったら東京でもいいなと思うんですけど、やっぱりニューヨークはニューヨークだよ、うん、やっぱりねなんか雰囲気があるし、やっぱり世界中から人が集まってるから、あの街中で売っているチキンオーバーライス、はい、いいですね、あれでいいですよねあれをなんかソースなんか辛いソースにするかって言われて、あ辛いソースにくれって言ったらめちゃめちゃ辛くて、はい、隣のお腹空いてそうなあのおじさんにあげるっていう辛すぎて食えなかった辛すぎて食えなくて、いやちょっとあげるよみたいな、マジかよお前みたいな、うん、お前は神様だみたいな、言えた言ってくれたチキンあげてあとなんかあのホームとかでよく、うん、音楽とかやってたりするじゃないですか、はいはいはい、踊ったりとか、はいはい、あと電車の中でパフォーマンスが結構したりしてて、はいはい、やっぱそっちもそっちで自由なんだなと思いましたね。あれはあのパーミッション取るの大変というかこう許可取るんだけど、はあ、あ取るんですよ、ね、そうオーディションあるんだよ、ロンドンもさ、あれ勝手に勝手にはできない、ゲリラでやってるわけじゃないんですね。知らないの、ちゃんとライセンス取らなきゃなんないの。へでも必ずその駅でそういうパフォーマンスするということは、逆に言うともうその街でそういうことをやろうってことなので、ああじゃあ街づくり、街づくり、もちろんそうです、もちろんそうですよ。だ東京とかとはちょっとイメージが違うね、そういうことまだ時やってないから。そうですね、最近ちょっとやり始めましたけどね、うん、でもちゃんとだからあれはライセンス取ってやるんです。ああそういう情報をしっかりと教えてほしいですね。そうだな、そうだな、そうやった場合ね東京もできることありそうですよね、うん、いっぱいあるよ、いっぱいある。それ知らなかったなあれ勝手にゲリラでやってるもんだと思った。そうじゃないんだよ、それは逆に言うと怒られちゃうんだって。うわちょっと、うん、でもいい話ね、いい話ですね。みんなそこでまたどんどん頑張っていくっていう人たちばかりですからね。あそうですね、はい、そこからも見つけれますしね、新たなる才能。そうなんですよ、まあ、素晴らしいアメリカアメリカ、まあ、アメリカ素晴らしい、アメリカらしい話ですよね。そうですね、わ
そう、嬉しはなかったな、うん、ニューヨークは何日ぐらい行ってたの？は1週間ぐらい。いいね。それも後輩の18歳ぐらいのスケーターの男の子と一緒に行ってたんですけど、18歳なもんで外に連れ回せなくて。あ、そうか。だからちょっとごめんお前今日はホテルなんつって、そうかそうか昼間は一緒にいるんだけど、だからお前まだニューヨーク早い俺がめんどくさいみたいな、まあ、夜は夜でねクラブとかいろいろ行きたいしな。そう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 、なんかその年齢確認の厳しさとか、そういうのもちゃんとしてるし、まあ緩いとこは緩いですけど、はい、感覚がちょっと違うよね。はい、でもやっぱもう刺激が多くてたまらないですね、やっぱ海外は。そうだな。さて来週11月1日にこれは黒木華さんとのダブル主演映画ビブリア古書堂の事件手帳公開になります、はいはい、さあこれはもうね皆さんご存知 の人気小説が原作ですが、はい、どうでしたか取り終えてみて。そうですね、これ一回ドラマで一回あの剛力さんが主演でも実写化されてるんですけども、すごいしっかりとした謎解きがあってミステリーなんですけど、このタイトルだと少しなんかどういう内容か分かりづらいんですけど、最初見た時にあすごいのほほんとしてるあったかい映画なのかなって思う雰囲気があったら、過去と現在で分かれてるんですけど、その過去のパートのお話が結構えげつないドロッとドロッとしたお話になっているんで、本当そこから本当しっかりとした謎解き映画になっていくんで、すごい楽しかったですねやってて。そうですか。黒木さんとの共演シーンを買ったと思いますけど、どんな方でした？黒木さんはね、物静かな印象が皆さん持たれてると思うんですけど、うん、結構おしゃべりな方で、うん、あと音楽とかも、あ、そういう音楽聴くんだって。本当あすごいっすね、なんか結構ヒップホップ寄りなんですね。本当へえみたいな。お結構僕の畑の方のやつよく知ってらっしゃるんですね。本当結構面白かった、そういう面白い方でしたね。いいね。あの舞台北鎌倉、まあ、湘南ですよ、はい、鎌倉の街ってのはどうなんですか？まあ、鎌倉もゆっくりしてますよね、やっぱりちょっと湘南というか、まあ近いし、でももうなんかバケーションで行くには最高のところでしたね。まあ、あと結構鎌倉のシーンいっぱいあるんですけど、うん、ほとんど鎌倉で撮ってないんですよね、うん、2日ぐらいしか鎌倉行ってないですその他全部伊豆で撮るっていう夢のない話を少しさせていただきます。それも映画ですから。そうです、それをどれだけ湘南に見せるかというところも映画のいいところなんです。そうだね、そういうもんだよな海に飛び込むシーン何度もありますけど結構ハード。あれが撮ったのももう10月とか11月なんで結構寒くて、まああそこ伊豆で飛び込んでたんで、しかもなんか向こうはそれを見て少し涙ぐむみたいな芝居だったんで、僕ずっと海にいなきゃ入ってなきゃいけないんですよ、服着て。で向こうのお付き合いのためにずっと入ってたんですけど、結構なルーズショットがあったんですよ。それでも涙映んねえだろっていうぐらいの長さなのにいさせられましたからね結構監督厳しいなこれ。しかも潜んなきゃいけなくて寒かった。はい、もうその後はすぐ温泉入りに行きましたけど、お疲れさん。はい、ありがとうございますそんなことも含めて皆さんぜひ楽しみに見てください、はい、さてこれは最後に必ずゲストの方に伺ってるんですが、周平さんにとっての旅一体どんなものですか？まあ勉強ですよね。僕にとってはまだまだ若いですし、まあ、学びに行くというかいろんなことを教えるというか、やっぱ旅イコール遊びっていうところもあるんですけど、まあ、遊ぶ部分もあって学べる部分もまだまだたくさんあるし、やっぱ見てみないと、なんだろう、インターネットとか調べて画像で見るのは簡単ですけど、やっぱりその時に行ったその空気とか音とか、まあ、肌とかで感じるものがあるんで、やっぱ本当にもっとみんなに海外に行ってもらいたいなと思いますし、僕にとって本当に旅っていうのはもう勉強ですよね。もうその吸収しに行くっていうか、そう、本当に仕事も遊びも全力でやってください。はい、そして全部吸収していく。はい、だから僕にとって旅は勉強です。いいね。はい、ANA World Air Current